どん。トリモトリです。ですね、前回来た場所に今来てます。また夏仕様の服になってみました。また夜だったら寒くなるって最近のいつもの格好になると思うんですけど。でですね、僕は今何を言おうとしたんでしょうね。そう、服が変わった、あったかくなって過ごしやすくなってきましたね。で、過ごしやすくなってきて、虫たちも過ごしやすくなってきて、今虫だらけです。なんてかったと。ちょっとですね、友達と飛行機がうるさいですけども、ちょっと友達とバーベキューをですね、たまたまちょっと企画してまして、ちょっとアマゾンで僕炭とか見てたんですね。そしたら無償にですね、もうすぐにでも炭火で肉食べたくなっちゃって、で最近ちょっと忙しくてですね、あまりこう活動できてないと言いますか、そんな感じなんですけど、もうわっと用意してわっと出てきちゃいました。なのでよいしょ、今日は木炭を持ってきてます。なので今日はその落ちてる薪にこだわるとかそういうことではなくですね、炭火でこうちょっとキャンプっぽく楽しんでしまおうと思ってます。よろしくお願いします。頑張ります。はい、こうなりました。ですね、まあ大したことないです。前回ハンモックだったところがタープになって蚊帳つけてグランドシートなしのこのグランドシートなしで名前が出てくる、あ、サーマレストをポンと置いてここで寝ると。で最近は椅子とか持ってきてないんで、もうそれで直接座ってます。で、ランタンポールにするやつと、なんとなく荷物が置けるように落ちてる枝を並べたっていうことですね。それからスパッタシートとヒコグリルと
あの安いウッドストーブ。僕このウッドストーブがね、省エネで好きなんですよ。あんまり薪をたっぷり集めなくても長い時間、少しの薪で楽しめるので、もう春、今5月中旬過ぎ、6月前ぐらいですけど、このぐらいの時期から11月ぐらいまではもうずっとこれだけでいけるなと思っています。楽ちんなんですね、やっぱり薪がたくさん必要なんで。で、スパッタシートもですね、木で作るリフレクターかっこよくていいんですけど、僕ちょっとめんどくさいなっていうのもあって、あと、燃えないじゃないですか、うっかりしても燃えにくいというか。で、これがあることによって向こう側に火の粉をはぜていかないようにできますし、まあ楽ちんっていうところもあるからこれでいいかなと思ってます、僕は。で、かなり広くね、落ち葉は広げてあります。ちょっと画面だと分かんないんですね、モニターだと分からないですけど、30分ぐらいかけて、30分かかってないか、でも20分以上かかってないですけど、とにかくかなり長い時間かけて、葉っぱは大幅に開けて、抜けてあります。あとで、あとはもうこんだけ、このストーブで必要な分だけの薪を集めれば、もう今日は準備 OK なので、ちゃちゃっとやっちゃいましょう。いやー、疲れました。
でお腹がひりまとりです。ちょっとね虫も多いですから少し煙というか出したいので、煙でちょっといなくなると思うんですよね。だからとりあえずお昼ご飯ついでにちょっと炭をやっちゃいましょう。まあ着火剤でやるんでね、炭なので特には取らないです。